息を吸いながらでねじって戻す。はい、じゃあ手を変えて3前に進みますね。でこの時に腕の角度、先ほど言いましたよね、自分の人間の角度45度以下になると弱くなります。ですからこんな構えしちゃダメなんですよ。ちょっと出す、45度より大きく、そうですね、この状態で確認するときは、もしちょっと前に出してみて、出してると崩れます、ね、もし曲げすぎててごらん、押し込まれますよ。この中間どっちも取られないよ。だからよくね、相手の体叩いて鍛えてるように見えますけど、そうじゃないんですよ。叩いて鍛えるぐらいだったらバットで殴ればいいんですよ、ね、そうじゃないです。体を鍛えてるんです。重心が安定してるか、角度が安定してるか、一番強いかをこれ調べてるんですよ。強く叩く必要ないし、バチバチってやらなくて軽くでいい。これで確認で、足をしっかり伸ばしてるか確認、これだけですね。はい、4引いて、はい、ついて、そう、自分の水押しの高さですね。あんまり上すぎないように自分の水押しの高さに、そう、肩の力を抜いて、そう、しっかり伸ばしてグッと握る。で引いて、はい、息を吸いながら、はい、5、次移動して、こっち側ですね、こう、そうそう、拳一つ分だけこう、6、引いて、後ろ足をしっかり伸ばして、はい、ついて、はい、引いて、はい、で、引き終わったら呼吸をはーってリラックスして、はい、じゃあ戻ってください。ここまでもう一回やりましょう。ちなみにこの動作だけを練習すると面白い方になりますよね。この動作だけ練習したら三チンと一緒ですよね。そういうふうにできてます。だから型というのはよく見るといろんな流れが分かります。この突きだけを考えてこうずっと突きだけやると多分まあこうやって突って型になるんでしょうね、こうきっとね。だけどこういう一部だけ取るんじゃなくて、この生産という方は突きだけじゃないんですよ。突きの動作だけが突きを鍛えるわけじゃないんです。突きやったからって突きが強くなるというわけじゃないんですよ。突き以外やっても突きが強くなる、それが生産の方なんです。だから全部一つ通してやらないと意味がないと思っていてください。今生産の方の中でここまでやったんですね。ここまでこう、まあ、やって外してっていうところです。この動作もやっぱり例えばこう今ちょっと来てみて、今生産の動作の中で、こういう動作がありますね。ここから、まあ、どっちからかな、こうか、両手軸からですね、相手がつかみかかってきたら引いて、まあ、引いてこう外して両手軸で、両手軸も意外と効くんですよ。そのちょっと、うん、軽くね、普通両手軸って効かなそうじゃないですか。で軽く、うん、ここでも十分効くんですよ、重さが出る。だから肩の通り正しく基本的な重心の移動ができれば威力出るので、これも一つの手なんですね。ただ打つ場所が私だったら例えば喉なんですよね。上は喉、柔らかいから、で下は溝落ち、またはこの下腹部にある、そういう感じでやってます。でその後がまた重要で、こう掴んで、相手が例えばこう胸を掴んできたらこれで外します。外して相手の帯を掴んで膝をそのままいって筋的で打ちます。筋的で打って相手がガッと止めますよね。パッと手で止める。そしたらここに回って投げます。これが今の動作の練習ですね。ですけどただ投げるっていうだけでは技ではなくて、そこで一つ原理があります。面白いんですよ。人の体ってどんなに我慢しても動くようになってます。例えば引っ張ると引っ張り返しますよね、ぐーっと。でも生産の方の中で今こう投げる動作で後ろに引っ張る